塩路の窓枠材塩路は木製カトネリコ族の落葉紅葉樹。塩路は本州、四国、九州の湿潤地に自生し、日本海側にはあまり見られない。岩がちな沢沿いに生育し、直径1メートル高さ30メートル程度まで生育する。樹皮はやや褐色を帯びた開白色で縦の裂け目が割合規則正しい。小枝は太い。近年、 蓄積は著しく少なくなっている。塩地とヤチダモは非常に似ており、見分けは難しいが、塩地は傭兵の元が肥大し、茎を取り巻いているが、ヤチダモは茎の周りの1、4以上に達しないので区分ができる。またヤチダモは本州中部北海道など寒冷地に多く分布するのも違いである。偏在は淡い紅白色で、 芯材は泡映え褐色、炭鉱褐色を呈している。変身材の境目は明瞭。年輪ははっきりしている。木目は直通であるが、木肌はやや荒い。材は八モに似るが、やや軽難。アッシュやタモと同じ属性の木材であるが、やや木質の色が濃くなる。木栗はやや交作し、肌目も荒いが、時に美しい木目を呈する。 やや重かたで欅や桜のような重さがあり固く人性が高いが加工性は良い耐久性は中程度木目は栗に似て目立つが材の色は栗ほど黄色くなく塗装しても栗ほどは黒くならない硬質で弾力性に富むため家具や装飾材と使用されるが前述のように酸質量が急減しているのでフロア材や構造材として大量に使用されることはない 語源は、マサメが通り割りやすいので真っ先ことぶきやまさきの名前が付けられ、その音読みが塩字に転じたものと思われる。木材図鑑塩字、塩字フラキシニススピーシアナハット ABC イクハラ、キクオ、東京農工大学農学部教授樹木の個性を知る、生活を知る塩字、塩字、塩字、木材の専門店、高田製材所。ありがとうございます。